はい皆さん、こんにちは。ヒロシの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、またね、ヒロシのリスナーさんからね、ヒロシこんなニュースあったよって教えてもらったんですけど、これはなんだ、ビッグローブニュースかなえっ、ー、とね、ヤマダ電機キ、ニンテンドースイッチを転売屋へ販売か。えー、一部従業員が、えー、普通にやってるよってね、あの、なんかもう普通にやってるっぽいです。はい。で、一応ですね、このニュースの全部読んでいくんですけど、ちょっと長いんであの、リンク概要欄に貼っておきますので、もしご自分の目で見たい方いたら、あのちょっヒロシのほんまにおめの言ってることなんでねあ、聞いてらんねえよっていう人がいたらですね、もうリ 飛んで直接見てみてみくださいはい、そういうことで、まぁ、あ、あのちょっと一部ね、なんかヤマダ電機とベスト電機で、なんか広いね、あの転売、スイッチの転売、大量転売が、あのなんかされてたっていうか、そういう転売ヤーにめちゃくちゃ売ってたんじゃないか、1人1台しか買えないのに、転売ヤーに複数台売ってたんじゃないかっていう疑惑があって、それを放送したんですけど、まぁ、あ、さらに、まあ、それが深まったというか、なんかもうなんか答え合わせになっちゃうのかなみたいな感じですね。あの一応ベスト電機のね、ニュースお知らせということで、 まあ、あの、ちょっと調査結果も書いてあるんで、そこら辺もちょっと見ながらね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと読んでいきますね。えー、っと、これかなうん。 え、先日、調べ取材班は、山田電機が、任天堂スイッチを転売屋へ販売しているのではないかという疑惑を報じた。はい、これやりましたね、広島放送ね。えー、その後、一部従業員からの告発騒動へと発展。やば。えー、この件を本社の見解を含め、引き続き追った。ということで、非常に頑張っておりますね。はい、でえっとですね。で、えー、転売業者への販売、やっているって書いてますね。普通にやってるんですね。なるほどね。えー、一連の報道を受けて、山田電機の店舗従業員は、えー、転売業者への販売は不 普通にやってると訴えるええー、いいのこれマジでえその手法はあえてポイントカードを通さずに同一人物に23台販売してると言うとえー、でそんなことやってて普通に並んでる人バカみたいだよねなるほどねうんで転売業者に人気商品を販売する理由については 売り場責任者レベルの人物がえノルマ達成のために店が売りたい商品を転売業者に購入してもらうえそのお礼の意味を込めてスイッチを販売するのだというとなるほどねそっか在庫とかを引き取ってくれるんだこの前ヒロシのほらとある中国人の方と,とある中国人の社長さんがねなんかニンテンドースイッチ買いまくってそれをツイッターに上げてたやつをちょっといろいろ放送したんだけどあのサブアカの方でねプライベートチャンネルの方でこういう理由なんだ山田電機もベスト電機も売れ残ったものを そういうい中国とかはちょっと分かんないけどそ転売業の人に全部買い取ってもらってありがとうおかげで在庫にならずに済んでますという感じで。 では、お詫びにお代官様、こんな感じでということで、スイッチを2、3台回してるということですね。まあ、でも一応、上げてるんじゃなくて、買い取ってもらってるわけだから、そこら辺はちょっと、両親の会社が恥ずかし少し、少し、なんつう薄まるっていう感じなんですかね。どうなんでしょうかね。ほら、これ関連記事もあるよ。スイッチ買えずに悲鳴続出、転売やから買うしかないのかと、嘆く声もって書いてあるから、まあ、本当はね、正規ルートというか、普通にね買い、買え、 あのちょっと買って、ね、やっててねねやほしいですよ、ね、なんかほら普通に並んで抽選で、ね、当たって頑張ってる人がね、アホ見ちゃうんだったらちょっと嫌なんで、まあ、そういうでも事情があったんですね。なるほどね。ちょっと袖の下じゃないけども、少し融通を利かせてあげてるんだ。なるほどな、えー。子会社従業員も同じくって書いてありますね。はい でまた山田電機の子会社であるベスト電機の従業員は同じ日に同一人物にスイッチを2台3台と分けて販売してると語るなるほどやっぱり合ってるんだね、えー、さらにこの件が報道される前に社内でスイッチがし直す状態なので山田電機グループのルールとして お一人様1台を徹底するよううにメールが流れたという、えー、この件に関しては、口実作りではないのかと従業員が疑問を持ってると。そうか、今まで普通にやってて、普通にありがとうございましたって、同じ新聞で2台3台言ってんのに、なんかあのスイッチし直す状態だから、ヤマダ電機グループのルールとしてね、えー、お一人様一1台徹底するようにってメールが来た。何もされてるんだっていうことで、口実作りじゃねこれ。 っていう感じで思われちゃったんだねなるほどねで事実であれば、えー、厳正に処分すると書いてありますねどう処分するのかね、えー、これら一連の告発について山田電機本社広報部はこのような内容が事実であるとすれば、えー、重大な社内の、えー、規律違反であるため、えー、調査を行い厳正に処分するというねその処分の方法ってどんな感じなんですかねなんかどうやって処分したのかもちょっと書いてもらいたいですよねこのなんかあの ニュース、お知らせとかにね、どんな感じになるんでしょうかね。えー、また、山田電機都城店で車内ルールである1人1台が本当に徹底されていたのかについては、えー、今年3月1日から販売データを確認したところ、スイッチとスイッチライトを各1台ずつ、えー、同一機械にえ販売されていたことが新たに判明。なるほどね、えー、さらにスイッチ このの色違いがが2台販売されたたケースが複数あったとととだとなるほどはいはいはいまあ要は一気に販売しないで1日何回か何回かね小分けに分けてこう販売していくんですかねどうなんでしょうかまあ1人につき23台でしょもしかしたら、ね、それを複数人で買いに来たらどうなのかなっていう感じですよね結構無限に手に入っちゃうんじゃないかなって だからまあこの前ちょっとここではやんないけどサブアカの方でねあのなんか倉庫に山と積まれたスイッチがあってこれ本当にどうやって手に入れたんだっていうようなすさまじいなんか倉庫に山積みされたスイッチまあこういう風に手に入れてたんだなーって思うとまあなんとなく納得ですよねはい。 で、新たな調査結果が判明した理由。えこの理由について、前回の調査では、えー、対象スイッチのみに絞っていたことためって書いてある。なんかこれ5時ですかね、えー。絞っていたためかなと述べた。また、複数の子供を連れて来店した場合は、店頭に在庫がある限り、スイッチライトを1回建で2台販売することは実際にあり得ることだと語る。なるほどね。まあそういうこともあるということだ。えー、なお、転売屋と思われる人物への販売については、山田電機側が怪しいと思っても、えー、直ちに断ることはできないとのこと。そうか、確証がないときできないと。 だね、で転売業者といたちごっこの状態だってなるほどまあそうだね転売やってるのはもうほらありとあらゆる手っ使ってくるんで絶対あの販売させないって っていうことはね、なかなか強制できないからね、この人が転売屋かどうかっていうのを確実にその、なんつうんだろう、こう証明しなきゃいけないけど、そんな証明できないじゃないですか。そこら辺は厳しいよね。えー、最後に、山田電機グループは転売業者への卸売を認めていない、えー。社員がこれに反する行為をしていたことが判明した場合、これまでもその都度厳しく処分を行ってきた。どんな処分を行ってきたんだろうね。うん、それが気になるね、えー。今後もその方針に変わりはないと述べだね。厳しい処分がね。こら お前ダメじゃないか以上っていうのね。それだったらみんなやり放題だけど。ほら、なんか、給料が下がるとかね。なんか、どういう感じの厳正な処罰なんでしょう。そこら辺がちょっと気になりますね。えー、ただし、転売業者もさまざまな手段を用いて、大手家電量販店から商品を入手しようとし、いたちごっこになっている感は否めないという。えー、そのため、発売前から転売屋問題が浮上している PlayStation 5の初回、えー、販売については、えー、抽選予約方式を採用したということだということで。まあ、正直な話、ヒロシは子供の頃から変わってないね。昔ね、ヒロシね、あのね、 みんなもう知らないかな若い人たちはじゃあ。たまごっちとかね、すげえ有名で。たまごっちの白を手に入れるために、もう1日2日並んだりとか、あとエアマックス。なんかね、マイケル・ジョーダンじゃねえや。えっと、なんだっけな。マイケル・ジョーダンか。あの、バスケシューズ、バッシュあの、エアマックスっていうのがあって、96年ぐらいのモデルがすげえ売れたんだよ。95とか96とか。あれとかもすんげえ並んだね。転売ヤーの人たちがね。うん。たまごっちとエアマックスは、 すげえ並んでた。あの頃から変わってないんだよね。24、5年前ぐらいですかね。もう随分、あれから経ったけど、広志がまだ小学生ぐらいの時かな。本当に。で、これね、ベスト電気、ニュースをお知らせ、SNS 上での当社に関する、えー、投稿について調査結果のお知らせって書いてあるんで、まあ、これ見てちょっと終わりにしてみましょうか。これは20、えー、2020年9月12日、ベスト電気から出たね、声明ですね。ちょっともうちょっと大きくしようかね。ごめんね、あのスマホの人、ちょっと小さ,く小さいと思うんでね。すみませんね。えっ、ー、と、こんな感じでいいかな。はい。 じゃあちょっと読んでいきますうーんとこれかな平素は、えー、ベスト電機をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます、えー、当社の都の定点でニンテンドースイッチを転売業者に横流ししているのではないかという件につき社内調査をした結果をお知らせいたします現在当社のルールとしてニンテンドースイッチの販売についてはお一人様1台となっておりお一人のお客様が複数台購入されることをご遠慮いただいております、えー、直近半年間の売り上げデータを調査した結果 1回計1台の販売がされていることが確認されまと,まとめ売りを行った事実はありませんが別日に同一顧客に販売したことは確認されました要は1日で1匹に販売したい1日3台販売してまた同じ人に1日3台販売してまた別の日に来たら1日3台販売してってそういう感じで渡してた可能性はあるよね要はスイッチが入荷したら必ず3台 買っってももらうみたたいいな、なななんんかかそんな感じでやってたかもしれないね。また物流資料のせいや段ボールについては当社の都の店において3名で3台の任天堂スイッチをご購入されたお客様方が持ち帰りやすいように段ボールを求められたためお渡ししたという確認ができております。これはなんかどうかな結構さあのヒロシのツイッターヒロシはツイッターやってるんですけどあのもしよかったらフォローしてほしいんですけどそこにもなんかそういう電気店で働いてる人からの結構匿名の通報がいろいろあって 絶対こんな段ボール渡さないから、みたいな。こんなバックヤードにある段ボール普通渡しませんよ、みたいな感じで言われてるんだけど言われたんだけど、多分まあそのまま渡したのかもね。うん。ゃあこのまま持ってってください、みたいな。普通のお客様とは違って。 要は、ま、店売屋っていうかね、まあ業、まあ、要は業者さんだから、もうこのままでどうぞみたいな感じで渡した可能性はありますよね。段ボールを求められたため、うん、どうだろう、どうだろうねっていう感じ。え当社は、店売業者への販売を一切認めておりません。今後につきましても、店売業者への販売を防ぐために、店舗内及び近隣店舗間での情報共有を図り、一会計一台を徹底してまいりますということなんですが、まあ、この記事によるとですね、やっぱりその在庫をその店売屋の人が買ってくれてたっていう事実。で、それで、ありがとう、ありがとうっていうことでスイッチを回してた。 ね、これはまあ確かに店長あんまりガンガン攻められないねもっと上を攻めなきゃねその店長だってそういうノルマ達成しないとボコボコにされるじゃないですか上からだから結局この本社のルールがおかしいという感じですよねうん本社が変にノルマバンもう、あのー、ガンガンやれあれや言うて苦肉の酒で店長が転売屋となんか結託してるようなそんな感じがするんでこの店長ボコボコに叩くっていうよりはさらにその上山田電機とかベスト電機のやり方そういう上層部そこら辺をやっぱりなんか叩くか っってていいいいいうよりは改善を求めていった方がいいと思いますねそうしないとなくならないですよ。結局、あのー、なんだろう、店長だって運んないとお給料上がんないし、もしかしたらさ、ペナルティでね、自分の持ち出し下げられちゃう可能性だってあるわけですから、必死ですよね。うん、だからそういうなんか体制みたいな、要は、あのー、在庫、まあ、抱えちゃダメだけど、ある程度はやっぱり余裕,余裕持ってね、 あ,あのー、あんまり厳し,厳しくしすぎないで、その在庫をどうやってさばいていくかみたいな感じの、なんかそういう、な転売屋に頼らない、そういうビジネス手法みたいなのをですね、上の方からこう提案していかなきゃいけないんじゃないから、まあちょっとヒロシはそういうビジネス的なことはよくわかんないんですけど、なんかちょっと、あのー、今回の件はですね、ちょっとやり方というか、この会社内のやり方がまずいんじゃねえかなってちょっと思いましたね。うん。だけど、まあ、ヒロシもね、スイッチ欲しいんですよ。あと今回、プレステ5の問題もあるじゃん。こういう人たちが一生懸命普通に予約して頑張ってるのに、 yeah まあどっかでね、あのー、なんか、転売屋の人が来てね、2台3台かっさらって、毎回毎回、こう、かっさらわれていくのも、なんかちょっとなーっていう気はするんで、ぜひですね、ちょっとここら辺のね、ちょっと転売問題を解決していってほしいですね。はい、はい、ということで今日はこのようにしておきます。ありがとうございましたえ。もしね、あの、チャンネル登録とかね <laughs>、していただけると、えー、またこういう転売系のニュースやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。で、あと、そうだ、コメント、もしよかったら皆さんコメントたくさん書いてください。あのー、結構、広島もコメント見てですね、みんなが何を思ってるのかとか、結構勉強してますので、ね、どんどんコメント コメント書いいてください、はい、お前の放送クソつまらんわとかね、滑舌悪いわとかね、なんかあの、うん、なんだ、あのー、編集しろとかね、<laughs> そういうのでも何でも構いませんので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。ということで今日はこのようにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。